プロデューサーさんの手、大きくて温かいですね。なんだか気持ちいいです。あ、プロデューサーさん見に来てくれたんだ。私の演奏を聞いたら、なんて言ってくれるかな。上手に弾けるように頑張らなくちゃ。いろんな楽器の音色が合わさって、キラキラのシンフォニーになるんです。さあ、とっても素敵で、楽しい音楽の時間が始まりますよ。皆さん、準備はいいですか？私の演技どうでしたか？ありがとうございます。私も撮影していてすごく楽しかったです。それってなんだか不思議ですね。私、バイオリンは好きですけど、パパとママに言われて習ってたものだから。でもアイドルは私が絶対やりたかったことで、その2つが一緒になるのってなんだかすごいです。運命。あ、わかりました。それなら、プロデューサーさんと私が出会ったのも運命なんでしょうか。はい、そうだったらとっても素敵です。プロデューサーさん、これからも私にいろいろなことを教えてくださいね。それがプロデューサーさんの運命です。じゃ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 ーん。私もこの素敵な衣装をたくさんの人に見てもらいたいですから。そうだといいな。プロデューサーさん、この衣装って指揮者がモデルなんですよね。私、この衣装でステージに立つのとっても楽しみです。立派な指揮者になれるかな。お仕事で使うんだから、あんまり試着してたらダメですよね。私、そろそろ脱ぎますね。あ、あれ、この衣装飾りが多くて、着るときは美咲さんに手伝ってもらったんですけど。すみません、プロデューサーさん、衣装を脱ぐの手伝ってもらえませんか？忙しいですか？だったら私待ってます。はい、わかりました。プロデューサーさんだとダメなのかな。
ちょっと緊張するけど、頑張らなくちゃ。なんだかいつもより上手に演奏できてるかも。プロデューサーさん、どうですか？上達のコツは、ちゃんとした先生に教わることだってパパが言ってました。こういうことなんですね。パパのタキシードみたいです。大人っぽく見えますか？プロデューサーさん追いかけてきちゃいました。今日は来てくれてありがとうございました。私、ステージから手を振ったんですけど、わかりましたか？プロデューサーさんが見てくれてたからかな。いつもより上手に弾けたんですよ。お客さんに楽しい気持ちになってほしいのは、発表会もライブも同じですよね。私、頑張ります。一生懸命頑張ります。見つめちゃったらどうしよう、ドキドキはなぜ、教えて。イエイ。
しよう。ドキドキはなぜ。